戦闘とかなぁ、まあ。ほんまに減ってきたって聞きますもんね。こういう番台でね、挟んで男よ女よみたいな。いやぁ、まあ、子供の頃はなぁ、よう言ったけどなぁ。まあ、今でもあれなんですけどね、地方行ったら行くんですけどね。 結構ただでももう今ホテルに併設されてたりしますもんね大浴場がだからなかなかこう街のスーパー銭湯みたいなもも減ってきたかな行くんは僕タオルがあんま隠さないので基本子供とかがパッと顔をさしたらずっと見てきよるんですよなんかもそれもね他のお客さんにもまた申し訳ないなとか 思って、で、あんまり、もう、ちょっといかんようになってきたかな。で、ちょうど目線がね、子供は、ええー、とこに行きよるから、あいつらほんま、ほんまほんみたいに。ほ <laughs> <laughs> んで、走りよるでしょもう、それでこけて、怪我でもしたまた危ないしさ。だサウナ逃げたりしてたんですよ。一回。ほんで、サウナ入ってきよるんですよ。でも、あいつはもう、耐えられへん。 でしょでも無理して頑張りよるんですよ。ほんで、次水風呂行きますやんか。サウナ終わったなちょっとばーっと汗流して、ほんで、水風呂入って、ほら真似をしよるんですけど、まあ、もう話しかけては来ないですよ。遠巻きに、うわ、もうそうちゃうか、みたいな。俺も、まあ、ね、やっぱちょっと顔を隠しとるもんで、こう頭からタオルバサーっと垂らしてね、すだれみたいな感じにして、ほならまた水風呂入ってきて、入れるわけないやんか。 こんなもん。ほんなさ、うわ、冷たい冷たい言うて。で、ね、僕そのまた、普通のね、浴槽の方に行くんですけど、なんであいつはその移動感をずっとバチャ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 走るんやと。もうそれもちょっと怖いから、なんかあったら嫌やし、思っても、最近は、めたらやったにはいかんくなったかな。まあ、友達とかとも言ってましたけどね、普通にスーパー銭湯とかも。スーパー銭湯はスーパー銭湯で、あのー、入る時に、 ちょっと顔をさせたら、出る時までちょっと待って、旅行とかが、いるんですよね。それはそれでまた難儀やなぁ思って。ほんで、その年は友達とかでほんなビール飲もうかとかって言うても、もうついてきやるから、もうそれもまたすんません、言って、係の人に言うまれやしね。だからもうちょっと減ってきたな一番最、最後に言ったんは、年明けってかな、大阪で、 行ったんですよそこ行きましたけどもうね赤そうもう大阪は赤すりのあのおばはんが一番立ち悪いです <laughs> ほんまに <laughs> 赤すりをなんか3台ぐらい並んどるんですよねほんで予約した人からこう入っていくじゃないですかほんでそれ終わったら、えー、俺がちょうどガラガラって入った時に2人はまだやってて真ん中の1台がちょうど終わったとこでこう水流してね、えー、ベッド掃除 してたんですよ。ほんなら、そのおばはんが気づいたんですよね。あって言いよったんですよ。でまあ僕もシーってやって、えしゃくだけしたんですね。で、シーってやってんのに、もうそのまま流れて、隣のおばはんに押しやがったんですよ。もうなんやねん、思って。ほんでおばはんももうまかすりしながらこっち手振ってできるんですよ。<laughs> まあまあね、大阪らしっちゃ、らしいんですけど、 まあなんかね、そんなんもちょっと気使うからなと思って、それ最後かなまあ近々では行きましたけどね。友達のおっさんと、とはもう、ちょっとね、場所を考えていかんと、ちょっと気使うかな最近は。まあ気持ちいいですけどね、広いお風呂って。